堺市。堺市は、福井県の北部に位置する市である。名称、東人坊や古城丸岡城など、全国的に知られる観光地を要していることが特徴である。ほぼ全域が、日本海に注ぐ九流川水系の流域。旧三国町にある川口付近より、北は、東人坊の断崖をはじめ、岩場が多く、その東側は、海津大地。 川口付近の南は砂地の三里浜。旧丸岡町の東部には標高千メートル程度の山岳地があるが、その他大半の部分は福井平野で占められる。三国港の特定は、親とい外国人のジョージアーノルドエッセルにより、オランダの広報を用いた国内最初の港湾施設、エッセルテで国の重要文化財である。旧三国町は日本海に面し、暖流。 津島海流の影響で雪が非常に少ない。一方、内陸にある堺市の中心部である旧丸岡町は積雪量が多くなる。慶太天皇が即位前に住んでいたと言われる。旧丸岡町内の女方谷の地名は、この即位により、巨名が谷と呼ばれるようになったものが変化したとされている。江戸時代には多くが丸岡半領であった。 三国は北前船の寄港地として栄えた。福井県の自治体では初めて地域自治区制度を採用、旧四町と同区域、同盟の地域自治区である三国町、丸岡町、春江町、堺町を設置している。同県における平成の大合併では、最後の合併で堺市の誕生によって、堺郡は消滅した。市の誕生時点で、 人口約9万2千人、県内での人口規模では南に隣接する県庁所在地の福井市に次いで2番目となった。2002年、平成14年1月23日、堺郡六町の総務課長で構成する、堺郡合併検討委員会を設置し、同時に南部3町、丸岡町、春江町、堺町と北部3町、三国町、あわら町、 金津町による部を合わせて、それぞれ設置した。その後、堺群六町による任意の合併協議会の設立が提案されるも、同年7月10日に協議会の設立を断念した。しかし南部と北部の三町ずつを基本とした合併の枠組みは維持し、引き続き検討を行った。北部三町では2002年、平成14年7月31日に三国町、阿原町。 金津町の山町町が山町合併について意見交換し、前向きに考えるとしながらも、時間的制約から現時点での山町合併は困難であるとした。三国町が離脱した形で、同年8月21日には、あわら町、金津町合併準備会、10月1日には、法廷のあわら町、金津町合併協議会を設置し、北部二町で2004年、 平成16年3月1日に、あわらしが発した。一方、南部三町では2002年、平成14年8月21日に、丸岡町、春江町、堺町の三町町による合併問題三者会議を開催し、三町合併の枠組みを残しながらも春江町と堺町の2町で、先行合併を推進するとに合意した。2002年、 平成14年12月2日、春江町、堺町合併協議会を設置した。春江町は2004年、平成16年3月15日に、隣の堺町と合併して、春栄井になる予定だったが、2003年、平成15年8月13日に、堺町長からの合併1年延期の申し入れによって、8月20日に予定されていた合併町印式を延期した。 元をたどれば、県内の町では一番人口が多い丸岡町と協定上のある三国町が合併に積極的ではなかった。しかし、春江町は2004年3月合併の期限を堅持することを確認。8月27日の区長会で、当時の春江町長が堺井町長の態度を理由に合併白紙を宣言し、9月3日には記者会見で、 合併白紙を正式に発表した。これにより、あわら市に次ぐ、県内2番目の新市誕生は幻になった。2004年、平成16年4月27日、三国町長が、堺郡4町での合併を模索する意向を示した。2003年末には、堺町長が、丸岡町と三国町に、合併の打診をし、春江町長も福井市への編入を示唆していたのが、 春坂市のしこりが残る堺軍を一つにまとめようと、あわら市との将来的な合併も視野に入れての提案だった。6月15日に堺軍四町合併準備会、8月20日に法廷の堺軍四町合併協議会を設置し、協議も順調に進んで、11月16日には新氏名を堺市とすることまで決まった。しかし、12月21日には、 春江町長が町の主張が通らないとして一方的な合併離脱を表明する中、同年末に福井市長と合併に関する事項を話した福井市長の記者会見回答によるとされる面を行うなど町長の突飛な行動に町議会からの反発も起きた。2005年平成17年2月には春江町長が協議への復帰を表明。3月3日には 最後まで決まらなかった庁舎を堺町に置くというメモも受け入れて3月17日に合併調印式を行った。その後、各町議会の可決7月5日に福井県議会での可決を経て8月29日に告示された。この間、春江町では調整に混乱をきたしたとして住民が町長のリコールを待ち選挙管理委員会に請求。 合併調印後の2005年、平成17年4月に、その選挙告示を控えた町長が自らその職を辞する、結末迎えたが、その直前に、助役、収入役も辞職していた。5月に、新人候補2名の町長選挙を経て当選者が、就任するまでの間、一般職の総務課長が、町長職務執行者を務める異常事態となった。2006年、 平成18年3月20日、県内では、鶴ヶ市や越前市を抜いて2番目の規模となる、人口約9万2千人の、堺市が誕生した。現在の市役所は、旧堺町役場を使用しているが、本庁舎周辺の施設が分散されていることと、市役所の老朽化に伴い、各施設を統合して、現在地に、新市役所を建設する予定となっている。合併前の、 各張域を管轄する地域自治区ごとに区長を、市長が任命する特別職が総合支所、いずれも旧庁役場に配置され、区長はその長となる。2008年6月区長制度を廃止。福井市の西日本電信電話、NTT 西日本福井支店が管轄する。市内の周廃は以下のつぼ根が行う。これ以外に18の郵便局。 簡易郵便局がある。金沢国税局三国税務署が管轄する。本拠地を置く。スポーツチーム。堺市は観光業が盛んであり、福井県一の観光客数を誇る。2007年度には497万人が訪れた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。